移動早ない？ちょっと電気消さないで。さよなら。武器使い、もう今ね、やっと今死に物狂いであいつ倒してきたんで、そのショット使うわ。使う。そしてそこにいる。あー、もうダメじゃん。なんで当たんねんだ。コマンだっぺよ。コマン誰だ。くそ。一発殴ってひるんだところだな。ここでしょ。ここでしょ。B 級映画の刑事の打ち方する。ダメだな、わし。やっぱダメなんだよ。うわぁ。これもうさ、逃げたらどうなる？もう無理だよ。もう。これもう一回、もう無理だ。これもうアイテム取ってすぐ逃げる。もう先進む。決めた。もうね、こいつ殺されすぎてちょっと慣れた。お前そこにいんだろ？どうせ知ってんだよ、バーカ。バーカ。どけどけ。アイテム、アイテム、こっちもアイテム。よし、どけどけ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 ちゃん、邪魔じゃね。こっちでもう一匹いるだろう。こいつにも殺されまくったんだ。もう知らない、もうわかんない。テレビハウス、これどこ行けばいいのかわかんない。これさっきどんどん行ってる。もう知らない、怖い。ここ初めてのコース。ここなんもない。でも絶対敵も来る。あー、めっちゃ見てる。わし怖い。あ、なんかある。なにこれ、スタッフ用カードキー。あ、あそこだ。あ、なんかもう、もう、あ、弾もある。よしよし、アイテムもある。回収しまくった。もう知らん、もう知らん、もう戦え、もう戦えない。無理、あいつ怖い。無理だ。あいつら2匹倒すぐらいだったらもうゲームオーバーだ。もう無理。ちょっと今頭ブッチンブリンだよ。ブッチンブリンだよ。ウィルルルルル。回復アイテム取れるまでもう無理。はい、無理。やったぜ、おら。戦って、倒すなんてもう無理なんだよ。カードキー、シャン、シュン、おしゃ。あ、目が消えた。はぁ、はぁ、クイックセーブって出て。もう無理だよ。今、もうわし、ちょっと頭おかしくなってるもん、今。そうでしょ？新天地。あ、もうなんかちょっとでも、殺されすぎて脳みそが今、プチン、プリパ、プチンパリ、プリンプリン。プリンプリン。よし。オッケー、いっぱいもらった。ちょっと待って。落ち着け。頭それはおかしくなるよね、こんだけ殺されれば。もう出たら逃げよう、あいつ。無理だ。倒せないよ、僕には。ああ、ハロー、シュワン。シュワンじゃないと無理よ。あ、ダメだ。よし。もうダメだ。わしにはもう無理だ。ちょっと、どこ行ったんだよ。クイックセーブって出てくれ。もうわしには無理だ。もうひたすら逃げる。逃げるのも、あ、そうだ、逃げるのも戦略のうち。喋り方もおかしくなってる。あ、ずかずか進むよ。あ、なんだここ、ここは一体、閉じ込められにき。嘘でしょ、出口なきにき。これどうすんの。なんかソウワンみたいになってんじゃん。あ、クイックセーブ、イエス。あー、揺れた。どこに、何これ、実はエレベーター？エッチなエレベーター？何してるんですかね？何をしてるんですかね？あ、わーお、そういう？こっちは？実は平和な世界。
あれこれ人体のあるじゃん、レオナルドじゃん。あれどっちもいけるよ。あ、いろんな世界線に行ける。すごい、わしすごいよ。これはこれは何してるの。車椅子乗っちゃったけど、でもジグソーパズル大好き。ほらこれでノンタンができたよ。こんばんは。あれいないよ。わあ、どうしたどうした。うえ、なにこれなにこれ。 What's this What's this で、黒電話だ。黒電話もだし、トラウマありっきり。なにこれ、なんだこれは。パネル操作。あ、これヒントないとわからんやつじゃん。確実に他の世界線から。あ、違いますね、これ。外に出してくれないパターン。ふざけんなよ。あ、こっからか。こっから推理する。はい。意識の同化に起因する。うん。最も初期の自覚症状は、脳幹への。脳幹が痛いって何それ。俺今日ちょっと脳幹痛いんだから休むよ、みたいな。脳幹が膨張、出血する。うえぇ。自我の喪失に伴い、強い自殺衝動が。やだ、わし死にたくない。やがて彼らは自我を維持できなくなり、私の思い通りに。うわぁ、ちょっとエッチだが、何かが完全に同化することを邪魔している。最後の一線超えたくない一線。意識の同化に。あ、すまん、もう大丈夫です。あの、もう大丈夫です。初期の自覚症状は、これはここら辺にヒントあるんじゃないの。英語読めないわし。てか何この絵、すげえな。何がどうした。ここら辺になんかない。自我の喪失に伴い、ないですね。強い自殺衝動が見られる。そりゃそう。やがて彼らは自我を維持できなくなる。でも声聞こえてるとまだ安心感がある。はずだ。これどうにかするのか。何かが完全に動かすことを邪魔している。シャーン。これどうすればいいんだ。押す。押しました。あ、わあ。ああ。え？なんか変な妖怪みたいな声出してしまった。イヒヒヒヒって。今の何、どういうこと。せやが罠だったんだけども。ネズミさんが、わあ、これチーズだって。これジェリーの、あ、トムが用意してくれたチーズブレって。そんなトムとジェリー絶対見たくないんだが。はあ。あ、こっからか。ドゥーン、感覚が。よし、これでできるだろう。で、多分だけど、よし、もう入るでしょ。ミハエル、もうわし大丈夫だよ。ああ、言ってたって知らないから。よし、これも聞いた。よし、フラグ立てるでしょ。で、あとは、あとは何。もうわしね、怖すぎてね、凄まじい勢いで動くということしかできない。これ光ってるのが、あ、こっち押せばいいんじゃない。こっちだったらいけるんじゃない。だ、ああ強い。どういう部屋この部屋。やがて彼らは自我を維持できなくなり、なんか出てる。ホールド移動になるはずだ。え、何だな。何、何かが完全に動画することを邪魔している。え、なんだよ。え、これしたからなんかいいこと起きない。ああ、おこれは、こっちは、これはお絵描きキッズ。お絵描きキッズ。エロお絵描きキッズ。キチガイのやつだ。なんでこれ頭おかしい人たちってこの音楽好きなの。これなんかウサビッチとかで。え、なに、うわぁ。あ、嘘でしょ。これどうすんの。これまた、こいつをズカーってやるの？これまたボタンがあるの？二択スイッチ。これどっちだと思う？あ、ひまわりと花、あ、絵が描いてある。なんかヒントがあるんだ、だから。ひまわりだ。ひまわり押せばいいんだ。あ、わかった。初めてわかった。ひまわり！ひま、おー。おー、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 ホールド、ホールド、ホールド、どこホールド？ノーホールドなんだけど。何があった？え、カゴが増えてる！
あ、なるほど、ヒントがあるのか。あ、もう怖い、音楽怖い、無理。音楽の時間、てかそこに、ここになんか出てくるのも確定的に明らかじゃん。これはなんかヒントがあるんだな。車椅子ボタンがあるんだ、きっと。ほら、この人の人生に介入する。わしがガンダムだ。ガンダムさん、ちょ待って、どうしたの、悲しいね。お、地下施設の手配ん、出機。彼は嘘をついた。血を分けた実の手、ふざけ合ってより良い場所に行った。あの偽善者、成人ぶったクズ、人間のクズ、はぁ、野獣。僕は知ってるんだ、真実を。あいつの本性はあいつ自身より知っている。あいつは僕を罰したいだけだ。ラウラは死んでない。ラウラとは一体。ちょっともうケラケラ笑うのやめてもらっていいですかね。ラウラはなんだ、これは。あ、なんか3つか4つの何かがある。これだ。あ、3つです。星3つです。ほっ、わお。で、中心モードになるはず。中心モードにならないけど。あ、ホールド。何、わしを見てるの。何、あー、そこやん。答えはここだぞ。出来方の割に平和。このマークなんだ。これあれじゃん、セーブポイントにあるやつじゃん。油断するなよ、ショウ。うわぁ、続く。ちょっと待って、よし。うせやん、トゥルトゥルン。今物理演算が狂った。なんだこれ、超でっかいやつ、超でっかビームなんかいる。え、ここ、あれ、イベンツ、ジョセフ。何これ、外すとズバってなっちゃうよ。シュブブ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 。何これ、あー、お風呂入ってたの、ジョセ。あー、ちょっとぬるぬる。ジョセの背中に何があったの。大丈夫、何が起きたか分かりませんが、うん、無事ではない感じです。お、そうか。お、そうだな。ここはどこです。分かんないよ、もう。どこにいるのかすら今。コンコン、どうした、ジョセ。嘘だろ、ジョセ。あー、12秒だ。おかしい、何か変だ。あ、これもジョセの頭が。これジョセボス説聞こえました。え、何、すぐここを出よう。そうだよ、ジョセ動けるか。ジョセの背中に敷いてた何、ちょっと気持ちよさ。ジョセホールド。お、パートナー回復。回復アイテムは消化されない。え、すげえ。回復アイテムも消化されないって。それでわしのことも回復してくれないかな、ジョセ。